世界でおよそ7000種類あると言われている希少難治性疾患。病気のメカニズムが複雑なため、治療薬や診断方法の研究開発が進んでいません。現状を一般の人にも知ってほしい、その輪を広げたいという思いから立ち上がったのが、世界希少難治性疾患の日、レアディジーズデイです。2008年スウェーデンで始まったレアディジーズデイ。患者の生活環境の向上を目指し、毎年2月の最終日に世界各国でさまざまなイベントが行われています。日本で始まったのは2010年。当初は300人ほどだった参加者も、去年は1200人にまで増え、その輪は着実に広がりを見せています。そして4回目となる今年、東京のオフィス街、丸の内オアゾ1階にある大広場でレアディジーズデイが開催されました。今年の実行委員長である小田さんは、これまでに3年イベントを行ってくることで、私たちがこれまでに得た気づきやつながり、皆さんの気づきやつながりをみんなで育てたいという気持ちがありましたので、今回4年目の RDD イベントのテーマは、我々は気というテーマを掲げました。その思いからか、会場には幹と枝が描かれた大きな木のセットが。来場した参加者の皆さんが葉っぱをかたどった紙にメッセージを書き込み貼り付けます。また会場ではさまざまな催しも。まず目に入るのが、希少難治性疾患について知っていただくためのパネル展示コーナー。病気に関する素朴な疑問や患者さんをサポートしている団体、治療薬の開発についてなど、幅広い内容を紹介しています。さらに、患者さんやそのご家族が書いた書籍を集めたブースも。ここ、日だまりの森では、病気の種類別におよそ60冊の本が用意されています。中でも参加者の注目を集めたのが、真ん中に持っていくようなイメージで動かしますと、こういうふうに動きます。こちらの小さな人型ロボット、その名も森姫。早稲田大学インキュベーション推進室に所属しているオリー研究所所長、吉藤オリーさんが開発したもの。病院のベッドにいながら、スピーカーとカメラが内蔵されている織姫を自宅や学校などに設置し、 iPad などの通信システムで操作することで、離れた家族と会話をしたり、学校の授業を受けることができるのです。なぜ織姫を作ろうと思ったのか、開発者の吉藤さんに話を聞きました。私自身がやっぱり小さい頃にですね、不登校だったという経験から、本当に孤独というのは辛いなというふうに思っていることが、まず私の経験として一つあります。私自身もやっぱり人同士、人間によって癒されましたので、やっぱり人間と人間をつなぐような、そういうコミュニケーションデバイスが必要になってくるはずだと。このデバイスを作った時に一番やっぱりポイントは何かっていうと、操作している病院のベッドにいる人が本当にその場に、ロボットじゃなくて自分がその場にいるような感覚になって、そしてその周りにいる人たちも本当にその人がそこに帰ってきているかのように感じるというのが一番重要なんではないかと。自分がそのロボットとしてそこに行くことによって、なんか一緒の時間を共有できて、一緒に楽しめて、一緒に笑えるっていう、なんかそこの、共有場の共有感っていうところを一番このロボットは出せることが強みじゃないかなと。会場に置かれた特設ブースには、
多くの参加者が集まり、小さなロボットに興味を寄せていました。僕も一回入院した経験があって、でそういう時にやっぱりいちいち家族とかが来てもらうのもすごい、まあ、こちらとしてもやっぱ精神的負担がやっぱりあると思いますし、患者さんの精神的な負担を減らすっていうところでも、期待できるものだと思いますので、お家に坊やの代わりにいたりするようなロボットがあって、お母さんも癒されるし、で坊やもなんかお母さんとコミュニケーションができたりするっていうのは、あ、面白いなと思ってですね、こんなちっちゃな機械だけれど人の代わりになるんだなと思って。沖縄の、テルキナさん聞こえますでしょうか。はい、沖縄のテルキナです。また今回新たな試みとして東京の会場と沖縄、三重、佐賀の会場をユーストリームやスカイプでつなぐイベント中継企画も行われました。さらに医療の道を志す高校生によるスピーチも。自分は特に再生医療についてやっぱり興味がありました。移植を待っている病気の人たちが大勢いることや、事故や病気によって体の一部をなくしてしまう人たちがいて、そういう人たちにやっぱり移植という方法しか、再生医療でしか治療ができない病気があるということなので、それにたくさんの人が救われると思ったからです。私たち医師を志す者に必要な道は、iPS 細胞の樹立によって再生医療の世界が明るく開けたように、私たちもまだ見ぬ世界に対して常に疑問を持ち続けて、治せない病気に対して多くの側面からアプローチしていく道だと考えます。こんなに大勢の方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。1回目の開催から欠かさず行われている患者の声のコーナー。今回は家族をテーマに、患者さん、患者会の皆さんが日常生活で感じることを参加者の前で話していただきました。私は現在2人の娘を育てる母親ですが、今回は9歳のアレキサンダー病の長女との娘の病気と歩みの10年をお話しさせていただきたく思います。アレキサンダー病の症状は脳の病気の進行のために、身体的面、今までできたことの一つ一つができなくなってしまい、進行は各個人差はありますが、やがて自分自身で呼吸もできなくなってしまう。現在の医療ではこの病気自体も分からず、進行を止める予防薬、治療薬もなく、治すための方法は何もありません。私が母として病気を向かい合い、諦めずに子育てができたのは、何よりも娘の前向きな姿でした。奇跡的に娘はゆっくりと成長してくれて、よたよたとしながらでも私の手をしっかりつなぎ歩けるようにもなりました。不自由ですが一歩一歩と必死に歩こうと頑張り、転んでも踏ん張り起き上がって、私の笑顔のために小さなどんぐりを見つけ拾ってくれました。娘は悲しんでいる母親ではなく、笑っている母親が大好きだと教えられ、私は娘と共に9年間手をつなぎながら歩んでまいりました。娘は今元気に一生懸命と頑張り学校に通っております。しかし現実には娘の病気の進行は日々止められません。娘の笑顔に未来がありますようにと祈りながら、また私たち親子のように希少な難病のために苦しんでいる母親たち、子どもたちに希望や光をいただければと思い願う毎日です。どうぞ皆様ご理解していただけるようお願い申し上げます。すみません。私の弟は希少難病である ALD 副腎白質ジストロフィーという病気です。私の骨髄がたまたまあったので骨髄移植をして一命を取り留めることはできたのですが、あと何年は生きることができるかは分かりませんって言われて、両親がすごく泣いていたのを覚えてます。後から分かったけれど、私の祖母も同じ ALD という病気で、
つい去年検査をしたら私も同じ病気のキャリアだということが分かって、弟が病気になってからもう20年近く経つのにまだ分からないことだらけで、治療法もなくてっていうのが現状です。簡単に病気の説明をさせていただくと、中枢神経というのは脳から体全身に指令を与える神経が脱髄という症状を起こして、症状としては副腎不全が起きて、例えば歩行障害だったりとか学習障害と疑われるような文字が書けなくなったり落ち着きがなくなったり、どんどん進行していくともう死に至るしかないっていう現状です。今弟は寝たきりで自分で手を動かしたりだとか言葉を話すことができない状態なんですけれども、とにかくたくさんの人にこの病気を知っていただいて、弟のように一生懸命頑張ってる子どもたちが少しでも笑顔になって安心して大きくなって自分のやりたいことを叶えてほしいし、それをそばにいて支える家族の方たちにも今は治療法がなくて不安だと思うので、安心して自分の子どものこととか家族のことを考えて過ごす毎日を過ごしていただけるように、治療法が見つかったりだとか療育期間をもっと広がったりすればいいなと思います。私の疾患は全身性の炎症の病気でして、で結合組織という、二皮という字を書くんですけれども、結合組織のところの炎症が起こって筋肉や骨やそれから血管ですとか全身の臓器なんかもどんどんとやられていく病気です。ずっとずっと入院生活を送ってましたので、もう本当に生きていこうという気持ちになれず落ち込んでばかりいました。そんな時に主人が結構簡単にこう病気っていうものを先に受け入れてしまってまして、そんなの仕方ないやないか、なんとかなるさっていう感じで、もう本当に先に受け止めて、そして私が悩んでいるのがなんかこうバカらしいみたいな感じで普通に普通に今まで通りに接してくれたんですね。本当に私の場合はすごくこう理解してくれていまして、すごくありがたいというふうに思ってます。ただやはりその、同じ時間を家の中で家族と共に過ごしていても、やはり患者自身のこと、当事者のことを同じように分かっているかっていうと全くそうではなくて、なかなかやはり伝わらないことっていうのはいっぱいいっぱいあります。患者は患者当事者の物同士でないと分からない部分もやはりありますので、その辺は同じように共通できる患者同士で、また患者会等で一緒に共有しながら励まし合ってやっていきたいなと思いますし、ご家族はご家族同士でまた話し合いながら力を一緒に合わせながらやっていけるという、そんな場がやはり私たちは必要だなというふうに思います。温かい大きな拍手をお願いいたします。病気自体聞いたことがないというようなことが多くて、で生の話を聞かせていただいて、まず知ることが大切なんだなというのをすごく感じました。苦しんでる方がいっぱいいるっていうことをあまり日々の生活では意識したことがないので、私にできることは少ないんですけど、それこそさっきお話があったみたいに、困ってそんな人がいたら声をかけてあげるとか、そういった小さなことからできることを分かっているなと思いました。教科書だけで勉強していたらやっぱ生の声っていうのは分かんないもので、今回生の声を聞いて、それで改めてその疾患について考える、そして学んでいこうと思う、そのいい動機となりました。こういろんなところで情報発信は、こういう場だけじゃなくていろんな情報発信はされていくんですけど、どうしてもやっぱ自分に関係ないって思っちゃうと、その情報をシャットダウンしちゃうとか切っちゃうと思うんで、
実際の患者さんですとかその患者のご家族さんとかと関わる機会、直接やっぱ人間としてつながる機会を持つっていうのがやっぱり一番その意識として高めるには大事だと思いました。皆様本当にお疲れ様でした。そして午後9時、およそ12時間にわたって行われた RDD のイベントが終了。4回目となる今回のイベントには延べ1400人を超える参加者が訪れました。そして会場のセットに描かれたあの大木にはたくさんの葉っぱが。北海道から南は沖縄まで全国12カ所の会場で RDD のイベントが開催されました。300人が3万人になるとかではなくて、本当に少しずつ社会の皆様のご理解を得たりとか認知度を少しずつ上げて現在に至ってるって、その過程も含めてレアジジズデーだと思うんですね。きちんと大事なことを続けてやっていくという姿勢がすごく大事で、今年よりももう少しちょっと身近に、ちょっと身近にっていうのを繰り返していけるようなレアジジズデーにはしたいなと思います。